はい、それではそれぞれの対策だったりとか意識するべきことについてお伝えいたします。まず英語資格、統一試験のスコア面ということでですね、お話をいたします。こちらですね、セファールですね、の表を持ってきているんですが、国際的な英語力をですね測る指標を持っているんですが、総計上智 ICU に求められる英語力っていうのは、こちらちょっと暗くて見づらいかもしれないんですが、一番上のですね C1、C2 っていうレベルに位置している英語力が、必要になります。どういうレベルかっていうと、それぞれ の語学検定試験に応じてですねスコアが書いてあるんですが、例えば TOEFL、IBT だとやっぱり95点から120点、 IELTS だと7点から8点ですね。で、英検だと、準1級の本当にギリギリ1級合格レベルくらいから、本当に1級レベルっていうところまで必要でありまして、はい、なかなか帰国生にとってもハードな試験ではあるかなと思うんですが、準備が必要になります。で、ここから先はですね、それぞれの学校の、ホームページとか学校説明会とか、あとはいろんな情報をですね辿って、より正確な情報を届けられたらなというところで、集めた情報、スコアだったりとかお伝えしたいと思います。で、たくさんですね受験生のいる早稲田、シールスですね、国際教養学部に求められる英語力で、学校の方からですね平均値はこのくらいですよっていうのが示されているので、ぜひ注目いただけたらと思います。で、SAT の試験でですね1400点はやっぱり平均で受験生取って、合格者ですね取っておりますので、ぜひ英語と、数学でですね700点700点の配分の試験であるんですが、はい、なるべく早めに準備をされることがおすすめであります。で、ちょっと下枠が赤枠の下の方ですね、TOEFL とか IELTS のスコアになるんですが、やっぱり TOEFL だと100点、IELTS だと7の、スコアが必要になるので、こちらもですね準備をされてください。で、またちょっと語学試験とは関係ないところであるんですが、その ID スコアも書いてありまして、42分の38ですね、これ非常に優秀なスコアでありまして、もし ID 入試考えられている方については、今 ID で学習されていることをですね、もしつまずきとかあったら、そこを早いうちに解消されて、していかれるといいかなと思って、はい、そこもぜひ覚えてもらえると嬉しいなと思います。続いてこちらですね、上智大学に求められている英語力ということで記載させていただきました。先ほどの早稲田とですね似通ってるなと思うんですが、やっぱりですね TOEFL は100点は取りましょうということです。で、 IELTS についても7から 7.5 は必要になります。で、 SAT 試験ですね、左の国際教養学部に関してはやっぱり合計すると1400点ギリギリ超えるかなというレンジにあったりとか、右の、物質生命理工学科で理系のサイエンスコースがあるんですけれども、そちらに関してはサブジェクトテストとかっていうのも含めて、やっぱり非常にですね高いスコアが求められるので、この辺りから過去5年間の平均ですねではあるんですけれども、準備が必要かなと思います。加えてあと IB スコアですね持っているのでお話もしようかなと思うんですが、こちらも、特にその右のサイエンスコースですね、45点で換算した時の36なので、はい、非常に高いスコアが必要になりますので、参考にいただけたらと思います。上智大学に求められる英語力で、多分スライドで見るともう文字潰れてしまって見えないかなとは思うんですが、実際の上智大学 の募集要項を見るとこんな感じで、もうそれぞれの学部でですね最低ラインスコアどのくらい必要だよっていうことはですねリストになっているので、ぜひ参考にされるといいかなと思います。ただここに出ているのはですね本当にミニマムのスコアでして、正直これ以上の点数は必要になります。例えば総合人間科学部とかなんかって72点と書いてあるんですが、実際の合格者の多くは間違いなく90点から100点 の重さで以上のレンジ の方だなと思いますので、はい、なのでこれはあくまでも最低ラインというふうに認識されると思います。はい、続いてがこれは内視ですね、国際キリスト教大学に求められる英語
で、あります。で実際にですね、2018年から2022年のところを見ると、TOEFL IBT で、103点で SAT で1353点、まあ、あくまでも平均ですがそのぐらい必要になってきたりとか、あと上の方にですねミニマムのスコアも書いてあるんですけれども、IELTS で 6.5 TOEFL で、79という記載があるので、まあ、ミニマムなのでこれは間違いなくクリアしておきましょう。で一つ下の方に ID フルディプロマで36と書いてあるのでやっぱり早慶上智ですね。他の、帰国受験 ID 受験の学校と同じく高いスコアが必要になるのでぜひ確認されてください。はい、それでは実際のですねスケジュール対策スケジュールということでこれももう本当に一般的というかおすすめの流れで記載させていただいております。で左の方に TOEFL、SAT という順で書いてあるんですが基本的にはですね私たちサポートさせていただくときも TOEFL から SAT の流れで英語対策っていうのは一緒に学習を進めております。で目指すところ TOEFL が100点ですね、で SAT が1200点としておりましてでまあ、これは1年スパンで取得できるような感じで書いているんですが、まあ生徒様によってはそれ以上かかっているとか、また容量を掴める方について早くなったりとか、あとは例えばずっと日本の数学で勉強していて、数学はもうハイスコア取れちゃうんですとか、ということについてはですね、マスについては早い段階で満点の700点取れるとか、ということもあったりするので、本当にこちらも、様々ではあるんですが、ただ一般的にこれくらいの目安で学習されるといいなというので示させていただきました。はい、なのでそうですね、英語力に関しては学習すればですね、間違いなく伸びていくものかなとは思うんですが、実際にどういった環境にいるかとか、例えば海外の学校にいらっしゃって、なんか現地の学校の勉強の方に時間を割かなくちゃいけなくて、なかなか英語自体がですね、実力アップの時間がね。そういったこともあったりはするので、本当に早め早めにスタートされるのがおすすめです。ただ、一つお伝えしたいのが、今日 の, テーマとして取り上げているのは、早慶上智 ICU という学校であるので、本当に SAT 1200点という目標を目指していこうという話はしているんですが、ただ、他にも帰国生を受け入れている大学というのはたくさんあるので、必ずしもですね、そんなハードな勉強が必要というわけでもなかったりしますし、あと大学については本当に自分の学びたいことに合わせて、学校を選ばれることがですね、重要かなと思って、はい、なのでちょっとそんなことも参考にいただけたらと思います。